はい、皆さんこんにちは。松蔭坂学院で数学を担当してます、小俣と申します。今日から、高校数学の、数学1回目ですね、をやっていきたいと思うんですけど、今日は式の展開というところからね、やっていきます。高校数学の、数1の最初から、どんどん、網羅的にね、やっていこうかなと思っております。はい、まずは、式の展開というテーマで、高校の最初に習うところの展開公式を今日は確認していきたいと思います。はい、では、まずね、括弧1番見てもらうと、7x 足す 4、9x-8 っていうこの問題はね、これは中学の時に勉強してる、一般的なこういったね、まず 7x と 9x かけて、 7x と次マイナス8かけて、4と 9x、4とマイナス8をこうかけていけば、計算できるんだけど、一応ね、これ2乗とかも、2乗っていう書き方をやめて、2x 足す 7y、2x 足す 7y って横に書いて、同じようにもできるんだけど、この下の3つっていうのは、一応高校数学では有名な展開の公式があるので、それを、覚えて使えるようにしてほしいなと思います。なので、括弧1番は、これ普通に中学でやったような展開ですね。で、括弧2と括弧3、括弧4は、公式から解いてみましょう。じゃあ、いきます。じゃあ、展開公式の確認をしたいんだけど、まず括弧1番は、普通にね、計算できちゃうから、ちょっとやっちゃいましょうか。括弧1番は、じゃあ、まず、7x と 9x かけて、7×63だよね。で、次、7x とマイナス8で、マイナスだから、7はマイナス56ね。マイナス 56x。はい。で、次、4と 9x だから、縮 36x プラス。で、最後。4とマイナス8で四派32ですね。4とマイナス8で引く32。じゃない、これで。そうすると、63x。で、ここの2つは計算できるから、マイナス20かな。こんな感じでね、計算できます。じゃあ次。括弧2と3と4は公式があるから、ちょっとね、覚えましょう。括弧2から4に関しては公式があります。まずは、これね、足して2乗の公式ね。a 足す b の2乗の公式は、a の2乗足す、2ab 足す b の2乗。っていう公式と、その次は、a-ba 足す b。a-b 足す b っていうのは、a の2乗引く b の2乗ね。こんな感じの公式です。で、3つ目は a-b の2乗か。2ab 足す b の2乗ね。1、2、3って振っとくわ。今日は、この3つの公式になるんだけど、もう少しね、応用的な公式もあるから、ちょっとそれは次の動画で話します。ね、じゃあ、括弧2番やってみましょう。じゃあ、ちょっとね、ごめん、スペース的に上を消します。括弧2番は、まず、じゃあ、この丸1番の公式ですね。線と2乗して、2倍の AB かける足す、後ろの2乗ね。だから、まず 2x を2乗して、ちゃんと書いとくね。2x の2乗足す、2倍の AB だから、2倍の 2x と 7y ね。ちょっと括弧いらないかも。2x と 7y かけて、足す、最後に 7y の2乗ね。はい。
そうすると 4x の2乗を足す 2×2×7 だから 28xy 足す 49y の2乗かな。こんな感じですね。728足す OK。 はい、じゃあ次いきます。じゃあ次ね、括弧3番はこの丸2の公式です。括弧3番はこの A-B、 A たす B の形してるよね。 A-B、 A たす B の形をしてるから、この場合は A の2乗-B の2乗の形で展開できるから、まず 2y を2乗します。括弧3番は 2y を2乗して引く、B の2乗ね。 B っていうのはここでいうとこの3だから、ここね、ここが今回 B だよ。 B の方でこっちが A ね。まあ大丈夫だと思います。大丈夫かな、ここ B ね。ということで 2y の2乗引く3の2乗で 4y の2乗引く9とできます。はい、じゃあ最後括弧4番は 5a-4b の2乗ね。5a-4b の2乗はこれね、一番最後の公式です。まあ、先頭をまず2乗して、先頭2乗マイナス2倍のマイナス2倍のねマイナス2倍の AB だから 5A と 4B かけて足すことの一番後ろの2乗 4B の2乗ってことです。はい、じゃあ消して、あとは計算して 25A の2乗マイナス250の40だね。で最後は4の2乗だから 16b の2乗。こんな感じですね。どうしようかな。これ括弧でね、2乗の場合は中の5も2乗されるし a も2乗されるからね。これも一応確認しておいてください。はい。そういうことです。じゃあ今日は展開公式は一応今言った3つを押さえてください。でまあこの公式を使うものの中では割と難しい問題になってるかなと思うので、まあ、ここの3つが、しっかりね今の公式は暗記した上で解けるんだったら、もう今の公式はバッチリ使えるようになってると思います。はい、じゃあ今日の内容としては以上になりますので、よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。お疲れ様でした。